皆さんおはようございます、リサです。はいね、見てわかると思いますけど今戦に負けたばかりです。本当に今めちゃくちゃ急いでて、これからもう出かけるね、24分前なんですよ。24分前なんだけども、まだパッキングも何もしてないの。奇跡でしょ。で、化粧して髪乾かして巻いていこうとしてるからね。ということで今回はこのまま私が準備していく姿をみんなに見届けてほしいということで準備していくよ。でもここら辺に全部わちゃわちゃしてるから、今回国内一泊二日だから、なんか服はこれのトップスだけ変えようと思ってっていう少ない荷物にしようと思います。ついに学んだね。はい、白いトップスを入れ、パンツを入れ、服これだけね、レアでしょ。靴下も入ってるからちゃんと、危ないから靴下はちゃんと持っていかないと危ないからね。前回こうやって一人で喋ってたら全然取れてなかったからね、びっくりしちゃったよ。こちらを詰めていきます。そして新しく買ったパソコン、あ、みんなにまだ見せてなかったね。全然まだシール貼ってないけど、こんな感じで MacBook Pro 来たけど、なぜかね、編集の時にめちゃくちゃフリーズするっていうことで結構もうね嫌いっていうパソコンです。周辺機器なんだけどね、なんか新しいやつってなんかちょっと刺すとこ違うじゃんね。刺すとこ違うからなんかめちゃくちゃね増えた。で、ね、これ使ってるんだけど結構いい感じです。でもいつかここバキって折るね。だからストック買っとこうと思うんだけど、意外とこれ1万円もするんですよ。高いのにね、大事に使っていこうかなと思います。そのね、一応その間の予備として一応買ったのがこれね。でも SD ついてないから気をつけないといけないねって思ってる。なんで髪の毛このままやってるかっていうと、ちょっと、ね、自然乾燥をね狙ってるの、この時期にね。で、靴も今回1個しか履かなくていいでしょ。で、靴下は今履きます。あ、やばい、本当に遅刻しちゃう。遅刻したら本当にまずい。こちらはですね、手荷物の方なんだけど、ビタミンのお薬や何やらが入っておりますね。あー、今日バッグ何で持ってくか全然考えてなかった。そしてアダプター、これをね、うまく収納する方法はないのかしら。これいつもこうやってくるくるさせてなんかダメになっちゃうから、こっちタイプにつなげてるんだけど、これ幅取るんだよね、幅をすごく。いや、カメラでしょ。今回ちっちゃいソニー持ってきます。で、こっち三脚でしょ。で、ちょっと大事なミッションがあって、今回はね、とある出雲大社に行くんですよ。出雲大社、神有月だからね。で、いつものあのスタメンの移動式神棚の子たちは1年以内なんで、あの年明けの時に一緒にあのお焚き上げというかしようと思ってて、で、寒いと思うのでクマにね、さらに入れてあげて、こちら持っていきます。で、他にもね、家をよく見てみたら、まだなんだろう、もう1年以上実は経っちゃってて、戻してないのがあったんで、これをついでにね、行った時に、すごいでしょ、行った時にお返ししようかなと思ってるので、今回これも持ってきます。手拭くからハンカチ、珍しいね。で、歯ブラシ、これが好きなのね、これが好きなんですよ。で、鍵、気をつけないと、ここに置いとかないとね。この前もうやってるからね、私2回やってるから。ちなみにこの家でオートロックで締め出されちゃうやつ、しかもだいたい2時とか4時とかなの、最悪でしょ。オートロックだけだと鍵の110番とか開けてくれないから、みんな気をつけて。私鍵の110番なら24時間どんな時でもどんな鍵でも開けてくれると思ってたけど、オートロックだけって開けてくれないっていうね、素晴らしい情報を教えてあげる。だから待ってるよりも他の部屋ピンポンして開けてもらった方が早いよ。これね、まだなくさずに持ってることが奇跡。そしてこれ携帯です。 LINE がね、来てないっていうのは多分ね、あちらさんもすごく急いでるんでしょうね。よかった、いつもね、もうこれ国内用でいつもキープしてるんですよ。前に紹介したヘアバンドでしょ、コットンセット、ジバンシー、これスケッツで、洗顔もジバンシー、ヘアオイル、今回シャンプーとかまだ残ってたんで、これあとスックのね、お試しがあったので、これも持っていきます。メイク落としがね、入ってないの。ちなみに言うと、こちら BA もね、入ってるので持ってきたいと思います。メイク落としがね、ないね。なんで入ってないのかな、急いでるのに。ああ、閉まんないし。そうだね、プリプリ怒ってたってしょうがないから、元気を取り直して、もう現品サイズ今ちょっとね、見当たらなかった、どこに何があるのか。だからこちらをポンプ式なんで、もうこれは
出てこないことを祈りながら入れていきます。パック入れてないじゃん。致命傷。とりあえずパック、シリコンマスク、こちらを入れていくよ。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って待って。タクシーを。急いで起動してアプリ。オッケー。呼んでる間に。あとはマスクは必須だね。はい、いいんじゃない？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 というわけで見事こんな感じです。いいんじゃない？今回は少なくて。手荷物のバッグをまだ決めてなかった。はい、次。荷物がめっちゃ多いのでこれにもう全部ぶち込んじゃおう。時間がないよ。はい、カメラ、神棚。これね、難点はね、ポッケが少ないことなんだよね。でも何でも入る。ほら、何でも入る。いくらでも入る。無限にね。素敵です。あ、いけない。お茶を飲んで。おいしい。いいよ、あと4分。ちょっと待って待って、それは無理だ。あ、メイク諦めよ。で、なんかお参りするときはなんか少ない方がいいんで、これも持ってきます。これね、くる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 ってして、じゃあお財布どこですか。あれ、お財布どこですか。あれ、お財布は今日見たよ。あった、お財布買いました。メイク無理なんで、せめて髪の毛を乾かしたいと思います。やっぱり諦めきれない。髪はやや乾いたけど、ちょっとベースだけでも作りたいな。ということで、スキンケアしていこう。私の目標タイムにあと8分なんですよ。タクシーはもう着いちゃうんだけど。はい。いいですよ。なんて言ったって30秒メイクやってるからね。8分なんて。いい感じです。でも最後ちょっと髪巻きたいな。なんで髪長いんだろう。そしてもうジェルいっちゃうよ。どんだけ急いでても塗らないともう無理ですからね。ベースだけやっちゃいたいんだよね。ベースと眉毛だけやっちゃいたい。でコスメ入れてないじゃん。やばいやばいやばい。急いでね、でいこうね。急いでるんですよ、すごく。私そうは見えないかもしれないですけど、すごく急いでるね。コンシーラーいきますよ。今回ね、まあご想像通りですよ。ポンさんと行くんですけど、初めてなんですよ、私神有月の出雲大社って。この動画公開されてる時はまだ神有月なのかなと思うんですけどね。行ったことある人います？神有月知ってます？まず皆さん、神様がですね、普通ね、神奈月っていうじゃないですか、こういう名ね。他のとこには神様いなくて出雲大社に集まってるっていう、そういうなんか話の流れらしいんですけど、ということで神様もめちゃくちゃね、一気に集まってるので、ちょっと行ってみたいなと思って。ちょっと結構弾丸なんですけど、もう帰ってきてすぐポンさんもね、撮影あったりするんですけど、ちょっとスケジュール合わせられたので今回久々に行こうかなと。この前ね、群馬草津に行って以来かな、一緒になんかどっかで旅行行くの。オーストラリアはね、一緒に行ったけど、あれはまあ YouTube というか Google のね、あれで行ったので、プライベートで本当にお出かけするっていうのは結構久々になりますね。ポンさん、夏は暑くて引きこもってる、秋から冬になると動き出すっていう習性がねあるらしいので、やっとね誘える時期がやってきました。ここでビセのリップが登場。あ、やばい、時間がない。毎晩大丈夫？なんとなく顔が仕上がってればいいよ。なんとなく顔が仕上がるっていうのはどういうことかっていうと、眉毛があるかどうかってことなんですよ、私的に。眉毛、眉毛。いや、なんかね、色を抜いたからみんなが思ってるよりは生えてるんだけど、カメラ越しだと映んないんですよね。今はなんとなくできてる風に仕上げるっていうところがポイントだからね。急いでる時はなんとなくそう見えればいいんだよっていうことね。お伝えしたかったの今日は。以上です。なんでこんな時間ないんだろう。ずっと起きてたんだよ。ずっと起きてて寝てないからね。朝の5時まで編集してて、でそれで今に至るんだけど、お風呂入って動物の森やって、だ動物の森だな、動物の森とチャギントンが結構ね影響してきてる感はある。チャギントン、チャギチャギチャギとか言って一緒になんか歌ってたら、なんかそのことしてる場合じゃなかった全然。チャギントン
しかもなんかすごいまんじなねやつがいたの、チャギントンに。もうビリの人は車輪を四角にしちゃうからねって言ってた。結構まんじだったね。すごいね。結構そんな強気な仲間たちがいる番組だとは全然思ってなかったんだけど、そんな番組だった。ちなみに言うと、私今日日曜日なのかな、わかんないんだけど、多分日曜日なんだけど、日曜日はね、ドラゴンボールを朝見るっていうのを結構楽しみにしてるんだけど、今日はねフライトがそれぐらいの時間なので、残念ながらね見れないんですよ、いいとこなのに。だからどんな感じだったか後でみんな教えてください。はい、って感じで、まあ眉毛とかも全然ぐちゃぐちゃで、とりあえずなんかできてる風に見えるでしょ。できてる風に見えるから、もう私が勝ちね、私の勝ち。ちょっとノーズシャドウ入れたい。オッケー、あと2分ね、2分ね。オッケーオッケーオッケー。全然余裕だわ。目元は全然何もできないけど、なんか それはそこら辺でなんか直すわ、どっかで。こういう時にね、役立つのがね、このトム・フォードのクリームアイシャドウなんですよ。アイシャドウだけしてこう、こうやってペペペって塗ればなんかちょっとメイクしてる風に見えちゃうから。アイメイク薄いんですっていうメイクですっていう風に見えちゃうからね。十分でしょ。あ、髪の毛全然やってなかった、髪の毛。やっぱ髪の毛やんだ、やっぱ。では、温めてる間に関根選手の裏技、先にアウターを着るのだーん。オッケー。オッケーオッケーオッケー。やばい、携帯の充電器を最後にここにポンして、で、コスメまだ入れてないからコスメもポンして。なんかなんだかわかんないけど、全部突っ込んじゃう。ね、全部突っ込んでいこう。危ないから。入りそう。あと何がいる？ハイライトね。ハイライト入れます。アイシャドウ入れました。眉毛描いたの入れたでしょ。あと、ペンシルアイライナー入れます。キラキラのアイライナー入れます。キラキラのリキッド入れます。ビューラー入れます。リップクリーム入れます。あ、下まつげのマスカラ入れます。オイリシャス、オイリシャス入れます。二重矯正糸入れます。アイライナー入れます。足りる？あと、香水ね。グッチ、はい、入れました。オッケーじゃん。危ない、遅刻しちゃう。2分巻きました。2分巻きです。通称2分巻きです。はい、ではもうぴったり2分超えたので行ってきまーす。 Vlog はおいおい上がるからチェックしてね。じゃあ行ってきます。マジで